ンマーヘッド、いい店だよね。整備の腕は陛下のお墨付きだからな。旅終わったらもう行けないよね。あ、好きに行けばいいだろう。終わる前でもその後でもよ。聞いた限りじゃシドニーもだいぶ腕がいいらしいぞ。彼女に会いたいのか。じゃあそん時はレガリア貸してやる。おお、あ、あ、いや待って、それやっぱダメだ。オート帰ったら俺車考える。回復系のアイテム買わないとね。お、意外と真面目じゃん。意外って何？意外って。ありがとう、荷物を届けてくれたか。後でうちのが運ぶから、車はそのままでいいよ。お、アンブラ、届け物か、ご苦労様。よくここが分かったな。有能な伝達役だからな。いつもどうやって来てんの？ちょっと待ってな。花だ。この間冠を作ったお花です。うん、覚えてる、ジールの花。あの、うん、お帰りになるとき、この手帳もお持ちになってもらえませんか？うん。そしてよかったらノクティス様にも何か貼ってほしいのです。いいぞ、気をつけて帰れよ。答えないだろうけどさ、一応。じゃあ聞くな。それって何してんの？だよね。荷物も届けたし、ガーディナに向かおう。ん？いらっしゃい。そうか、無理はするなよ。ちょっといいかい？さっきの荷物にメルダシオ宛てのが紛れててさ。メルダシオ、ハンターの教会か。ああ、近くにそこの偉い人が来てるんだけど、探して届けてもらえない？ノクト、ついてたし持ってってあげようよ。案外骨が折れたな。じゃあ取るよ。お、いい感じ。
手見ちまったよ。怖いなあいつら。フローズネストにようこそ。お伺いしますよ。腕に自信はありますか？助かります。こいつですね。助かります。メニューはこちらです。よろしくお願いします。ノクト、あれ見てみねえか。どうした？荒れてるな。おはようございます。君たちか。この前は世話になったな。あんたに荷物だよ。そうか、手間をかけたな。うん、また集まってしまったか。あの荷物、なんか集めてんの？興味あるかい？ドッグタグ、普段ハンターが身につけているものだ。名前とか書かれてるやつだよね。集まっちまったってことは、ハンターは危険な仕事だからな。命を落とせば帰還できるのはこれだけ。生きてる人間が回収して遺族に渡すんだよ。今もちょうどこの辺を探そうとしていたところだ。マジかよ。君たちもし近くでドッグタグを見つけたら俺のところに届けてくれないか。あ、まあ、わかった。話によるとこの近くに一つあるみたいでね。ここの情報屋にも話を聞いてみてくれ。ドッグタグか。遺族の思いを考えれば回収してやりたいが。そうだね、確かに。情報屋にでも行ってみるか。いらっしゃいませ。お腹は空いてませんか？お気をつけて。
今度は何？確かこっちに。見つけてきてくれたんだな、ありがとう。いや、ただ拾っただけだし。あまり暗く考えないようにな。そうは言っても難しいか。俺もついいろいろと考えてしまうよ。これを回収する意味は重くて大きい。だがそれで手を止めてしまったら回収できない分が増えてしまうんだ。それもまた苦しいからね。ああ、そうだな。ハンターたちにもそう教えている。見つけたら積極的に回収してくれとね。行くぞ。行こう。今日の天気は？快晴だ。気温も上がりそうだな。次のニュースです。ルナフレーナ様が停戦協定についてのご自身の声明を発表されました。この度は停戦協定の締結が決まり大変嬉しく思っています。そして皆さんご存知の通り、私は婚約のお話をいただきました。今後カンナギの務めをどう果たしていくのか心配する声が多くあると聞いていますが、結婚を境にカンナギの使命が変わることはありません。これまでと同じように私は皆さんの住む地を訪れ祈りを捧げていきます。ルナフレーナ様は結婚式のため近くテネブラへを出発されるとのことで、式を終えられるまでの間カンナギの公式な訪問は一時的に中止されます。
え、協定で？ああ、そこで決まったんだ。平和の象徴ってやつだな。半分政略的な結婚じゃん。だがルナ・フレーナ様も望まれてのことらしい。新郎も文句はねえんだろ。あ、なにそれ、テレ。はあ？マジだ。ガーディナ渡船場だな。泳ぎたくなるな。後ろなんかすげえ変な、え、山？あれは島だ。山とか島とかはいいから、リゾート地だよ。柔らかいベッドとマッサージ、あと料理だな。あそこは魚がうまいらしい。あー、楽しみだな。ノクト、薬類の買い足しは忘れずにな。あいよ。やっと着いたな。船旅か、初めて。結婚式の生地か。ルナ・フレーナ様のドレスだって。おお、すげえな。こりゃお相手も気が引き締まんだろう。ルナ・フレーナ様がこれ着るのか、綺麗だろうな。いらっしゃいませ。ありがとうございます。またお越しくださいませ。ガーディナにようこそ。残念なお知らせです。はあ？船乗りに来たんでしょ。そうだけど。うん、出てないってさ。なんだあんた。待つの嫌なんだよね。帰ろうかって思って。停戦の影響かな。停戦記念にコインでも出たのか。え、マジで？出ねえよ、それ。お小遣い。は？おい、あんた何なんだ？見ての通りの一般人。ねえわ。船が出てないって本当かな？そんなはずはないと思うが。ま、行って確認してみようぜ。